やってまいりました、アイキャフライの時間です。はい、部長の神谷エリナです。部員1の久保田美沙です。部員2、百瀬ひとみです。そして猫、今日もね、3人と1匹でやってきますよ。じゃじゃーん、じゃーん、裂けるチーズがこんなに並んでます、うん、チーズ。何をするかと言いますと、裂けるチーズで呪いのワインを作れると情報を聞きましたので、早速やっていきます。やっていきましょうか。裂けるチーズ食べんの、みんな。ミーサよく食べてるね。わー、裂けたー。え、わら人形ってことはこれ全部裂く？わらっぽく、わらっぽくするんだよね、このチーズを切ってね。私裂けたー。裂かないで食べる派だからすごくめんどくさい。もう裂くの飽きた。めっちゃ細かくして食べる人多いんじゃないですか。裂く時間があったら食べたい。毒な、毒なミーサの。わらっぽくするんだよ、わらっぽく。わらって何ですか？絶対違う。ということで早速見ていきましょう。まずはまずは私のから。じゃん、これ結構クオリティ高いんじゃない？ほら、かわいい。何この、ね、ちゃんと藁人形になってますよ、私は。じゃ続いてミーシャン。何これ、割り箸、これ。え、違う、なんで追加されてるの？どこがどうなの、これ。これが顔で、足が長いで、手、漢字の台にしか見えない。私はこれをね、人人というよりも漢字の大、わかる？大きい。人間なんてそういうもんですよ。大きい、大きいですよ。ということで、裂けるチーズわら人形できました。完成しました。完成しました。これはちゃんと。手短くなっちゃったよ。みんなで美味しくいただきますので、ご安心ください。美味